勘と直感と。サラダパンさん、こんばんは、いらっしゃい。やばい、生徒指導の先生が。先生、やっぱ昼間でもおこだぞ。やっていきましょう。トントンさん、今日プレイしますか？今からやっていきますよ。ナオさん、まだ全部見れてないから頑張ってみなきゃ。パート400、422ありますからね。いろいろ楽しんでってください。ぜひお気に入りのパートを見つけていただければ嬉しいですね。見ました。感動でした。ありがとうございます。気に入った動画って何度も見返しちゃいますよね。嬉しいね。ありがとうございます。さて、昨日のアーカイブの続きですけども、これですね。戦略的提携。共同作業をするってやつですね。残り、まあ240秒ぐらい。これをやっていきましょう。で、そうだ。今回のサムネにもしてるんですけど、シェリル・メイソンの新しいスキン、リサ・ガーランド、買いました。じゃーん。ナース。なんか最後こう病院のライト持ってるから、なんか病院の見回りに行くみたいだね、これ。これ買いました。今までだいたいセットで買うと1050オーリックセルぐらいだったんですけど、今回めちゃくちゃ高くてね、1475オーリックセルぐらいだったかな。いいでしょ、これ使ってやっていこうかな。最初ちょっとまだレベル25であまり育ってないんですけど、で共同作業しなきゃいけないから、うーん、そうだな、ボンドパークがあればボンドパーク使いたいところなんだけど、今回は持ってないんでしょうがないね。必死に誰かを見つけていこう。まあ一回はこれせっかくなんで使っていきまーす。私ナースコール呼ばれても本当は行きたくない。本当は行きたくない。お、マッチング早っ。マッチング早いね。いいじゃないですか。いいですよ。さあ、オファーリングもガンガンつけていきましょう。封筒だね。アドオンもつけれて、ソウルガードなかなか、前々回のパートでも使ったけど、なかなか使うあれがないから、教官にしとこうかな。これで、みんなの状況が多少わかる。これでいこう。さあ、やっていきます。おっとっとっと。めちゃかわいい。かわいいよね。かわいい。お、ナイス。素晴らしい。リボンあるときはね、皆さんガンガン使ってった方が。で、ガンガンブラッドウェーブ回して出てきたら、ガンガンみんなで使ってってやったら、ね、一緒にプレイしてる人も増えるし、相乗効果でね。かわいいよね。まさかの生足。結構なミニスカですね。これは狙われますね。確かに。救急箱似合うでしょ。来た！来た！サイレントヒル、新マップ。サイレン鳴ってるね、ナースコール。アタック！ひざかくん。あ、ひざかくん。そして、キラーはヒルビリーですね。あ、なんかちょっとこのアングル、あ、このアングル危ないな。あ、このアングルは危ないな。
北はヒルビリーで、これヒルビリーとカニバルの見分けのつき方は、あの見分けの仕方は、いきなりチェーンソーを使うのはヒルビリーの可能性が高い。なぜなら策的に使えるから。で、後で鳴った場合、ちょっと時間経って鳴った場合は、こんにちは、カニバルの可能性が高い。はい、50円いいよ。アッピさん、こんにちは、頑張ってありがとうございます。やばいね、なんかエロいナース。嬉しそうとか言うな。際どいアングルだったね。バーベキュー&チリがついている、突き切りたいね。そこに破壊可能の壁があるね。さあ共同作業できてるよ。フェンちゃんが降りてった。なんか地球儀が多いな。よっ、倒す。よい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 。ええそりゃないぜ。まあでもなるべくあのフックからね、フックから離れた位置でダウンしましょう。あれじゃ板の意味ねえじゃねえか。板越えた意味。危ない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 、アングルだ。それは危険、危険なアングルですか。ありがとう。やばい、来てんな。まずいて、まずいて。共同作業がしたい。降りてきた。いやー、しかもあれついてる。来るね。いいよ。ナースがお好みですか。あー、ここ弱い。こっち行く。くそ、まやかしか。あぶね、まやかしまだ。あかん、あかん、それもあかん。痛い。あれだ、彫刻ベリー、めっちゃ曲がりやすいやつ。で、この距離だとダウンした時のなんだ、叫び声あげるやつ聞かないだろうから。まやかしついてたね。いけるか。来てる。さすがにきついぞ。先に行かせてもらいます。離れよう。よし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 。これはある意味共同作業なのかな、違うかな。サザミさん、今来たよ、こんにちは、いらっしゃい、お願いします。アングル気をつけて。あー、まずい、地形。でも大丈夫だ、バーベキュー&ジリが反応していない。そう、ぐいぐい曲がるやつよ。来るね。走ってくよ。さあ残り3つ。メグちゃんが上に登っていく。もう治ってるからね。さあ直すぞ。できればメグちゃんと一緒に。どこだ？あったあったあった。ここか。ここだ。で、ここね、そこの入り口しかないから、信用範囲になったら、早めに出た方が。まあ、板あるときはいっか。多少そこで、少し時間稼ごう。これ、出た方がいいね。本当は。行こう。
共同作業しよう。ワッツ一回ね、一回なら大丈夫。来るぞ。ギリギリまで共同作業。今回の目標は共同作業すること。あー、手離した。手離しちゃった。降りてっちゃった。いけるいけるいける。破滅ついてるから直しきりたい。あー。やったって。あぶねえ。なんだその待機時間は。やばいやばいやばい。頼む。痛い。はっ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 は。はい、今回倒すよ。あ、まずい。やられた。まあまあ救助できたね。いやー、めぐちゃんが手離さなければいけた気もする。さあ2回目。エアー左肩タイムだな。ああ薄皮肘、肘の薄皮タイム、肘の薄皮タイムでございます。さあそこ破滅つけ切りたかったね。やっぱり最後までやっぱ回しきる勇気ですよ。え、信用範囲がない。あれか、天柱か。サンキューサンキュー。わあめっちゃ落ちてんな。厳しいね。まさにさっきのは回しきる勇気だったな。一人追われている。共同作業。さあこの3人連れてき、ん、あそこにある発電、あ発電機は、やばい、ここにはない。あ、ついてるね。こっちだ。ここにはない。上です。ついてきてます。あーついてる、あーついてる。バーベキュー&チリで3人が映っている。さっきのところ、あったあったあった来てるよ。前回ついて、おやべ、前回ついてるからな。俺の位置もバレている。一旦落ち着け。下行った。ちょいちょい信用範囲が消えるから起こせるか。しかもここ相性いいね、一直線だから。そう、ここにここにあるけど3人用だね。俺んとこ来る。痛ーい。なんもねえ。なんもない。見失ってる。これは厳しい。はい、ナムー。キーポイントはあのメグちゃんのあそこ回しきれば回ってたね。あそこがポイントでしたね。さあ行けるかな。こうなってくると厳しいね。15,801円。さあ共同作業だいぶ
だいたい70秒間ぐらいだ。いいね。もう一回やっていこう。もう一回新スキンでいこう。エイドキット持っていこう。チャージ量増やすか。じゃあセルフケア外して、きっとやり遂げるにするか。まさに味方を回復する、回復してあげる構成。アフターケアね、レベル高かったらよかったけど。でこれで、あ、これにしよう。誰かと一緒にマッチを開始する。そうすると共同作業しやすいから。残り155秒だね。165秒だね。これでいこう。救助したらウィルメイキットですぐ回復してあげる。まあ臨機応変に。そう、回しきる勇気大切なんですね。そう、さっきのめぐちゃんと二人で直してた時に、多分ね、二人でめぐちゃんが下降りちゃったけど、あそこ回しきってたら多分残り1台だったからね、つけきったんだけど、あそこがポイントだったね。アーミーさんこんにちは、いらっしゃい。カモデギさんこんにちは。なんとなくね、信用範囲の、あ、なんか来そうだなみたいなの、近くなってるけど、あ、これ来ないやつだなみたいな、なんかその場に応じて意外とやってると分かってくるというか、多少ね。まあ基本的にはそのフックから、誰か吊るされてる状態でそのフックから離れた位置でダウンする分には全然いいから。しかもさっき破滅ついてたしね、なるべく手を離したくない時だったね。よーし、今度クラウンだね。はい、膝かっくん、膝かっくんからの危険なアングル。よーし、これで共同作業です。あ、いいねいいね、一気にいっちゃおう。来ている、デススリンガー、デススリンガーか。誰か追われてるかな。共同作業頑張です、ありがとうございます。違う、鉄釣りがじゃない三角、しかももう血まみれ。ガチガチや。しっかり見て、あ、やべ、吸い込まれてった。あかんよ、危ない危ない、やばい、怖い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 。つけ切っていく、いいよ。あっ、撃ってくるね。危ね、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 やめてー、倒しとく。よしよしよし、あ、やべ、こっちなんもねえわ。あー、来た来た、あかんあかん、あかんあかん、痛い。地獄の罰は食らわないよ。すごい血まみれじゃん。そう、デススリンガーと音すごい似てるね。近づくと三角頭だってわかるけど、近づく前だと一瞬、あ、デススリンガーって思ってさあ残り3つ、いいよ。ももさんこんにちは、いらっしゃい。一人食らった。
まずいな。誰かがフックに吊るされて誰かが負傷したときは救助の意識を高めた方がいい。他の人は来てるね。あれだな、なんだっけ、狡猾、あ、食らった。いや、まずいまずいまずい。フック近くの人はできれば、まずいね。第2段階になっちゃったよ。さあ残り2つ。ヤスさんこんにちは、いらっしゃい。もうオブセッションマーク揺れてるから、こういう時は一気にガッていっても大丈夫だね。上行こうかな。来ている。あ、じゃあこっち回復してもらっていい。あ、来た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 。はい、自ら150円。3人で共同作業できるね。俺は後がない。よしよしよし、つけちゃおう。マップ中央はいいよ。半分いっちゃった。もうリーチです。チャンさんこんにちは、いらっしゃい。あれ使ったな、反問のトレイル。発電機が黄色くなってるでしょ。16秒間こんな感じに心音がしない。やばいやばいやばい、俺が狙われている。まずいね。まずいよ。終わった。俺リーチなんだよ。みんなまだ大丈夫でしょ。アイナムー。まあ共同作業できたからいいでしょう。早い、回転が早い。共同作業いくらいった？おお、いったね、いったね、いったね。いきましたね。いいよ、早いよ。早い展開だよ。ガンガン行こう。あと118秒。うまくいけば1回、もしくは最低2回だな。もう1回新しいスキンでブラッドウェブ回すか。一緒になる。あ、早っ。マッチング早い。いいね。快適だね。誰かとマッチング一緒になる。あ、いいね、いいね。出てきたね。ちょうどいいじゃん。独学者、強行手段。独学者にして、いいじゃないですか。これでいこう。さあやっていこう。俺だけ右側向いている。やっぱりこのスキン目立つのね。まあ目立つな。お、ナイス、いいね。俺もリボン手に入ったらガンガン使いたい。血まみれの三角頭だったね。恐ろしい。で、意外とあの三角の地獄の罰、距離意外と短いから、まあ右とか左に左右に振るのと、ちょっと遠い場所だったらそのまま直進してても意外と当たんなかったりするから、その判断ができれば対策しやすいかな。
サバーケーションピット。ファイトです。ありがとうございます。で、膝かっくん。さあさあさあ、共同作業です。いいよ。みんな、このオファリングおすすめ。共同作業の時。あ、このキラー、あの、戦闘機持ってるわ、飛行機。フックに、ついてる。はい、50円。3台ぐらい直せばいけるかな。共同作業ファイトです。ありがとうございます。オブセッションマークが揺れている。あそこも一緒に直しちゃおうかな。こっちの建物の方行くか。よし、ここ行こう。そこにもう一台あるから、ここ直しちゃっても大丈夫だね。さあやっていこう。ファイトです。ありがとうございます。ともさん、こんにちは。いらっしゃい。はい、300円。ココさん、ファイトです。ありがとう。なおなおさん、こんにちは。間に合った。いらっしゃい。ゆっくり楽しんでってくださいね。いやー、でもなんかね、共同作業だとあそこもつけちゃいたいね。偏っちゃうけど。ナイスチェイス。オッケー。ああ、またやったな。反物トレイルだな。助けに行っている。ちょっとだけ直す。ちょっとだけ直して、こっち側はまだ1台あるね。助けに行くか。あ、でも行ってるからな。やばいやばいやばい。直しよう。あの奥にあるから、ここは直そう。で、ザリーナ・カシルがね、この場所多分分かってると思うから、こっちに来てくれれば最高だけどね。三角様、三角頭多いね。いいですよ。追われてるかな。大丈夫だね。オブセッションマークだけど揺れてないから、インザロッカー。あ、来た来た来た。あ、追われてるな。カッシル追われてるな。つけちゃおう。はい、300円。2台分共同作業できたから、おそらく60秒ぐらいはいってると思う。蹴ったね。で、こっから16秒間、パークレベル3だと16秒間、心音とステインが消えます。キラーの探知不可の状態になるんで、こうやってしっかりね、しっかり皆さん見てみてください。いい竹取りだ。オッケー。つけちゃう。残り2つ。残り1つ。ここは共同作業行きたいな。ナイス竹取り。さあ、あ、いたいたいた。ここ4人できるぞ。食材の檻に送り込まれますね。テルさん、こんにちは。いらっしゃい。バレた。おっ、何、なんだ。見えてる見えてる。2人怪我してる。回復作業、共同作業だ。私に任せて。私がナースよ。回復するの早いからね。オッケー。
この距離ならなんか行けなくもなさそうな気がするけど。先生、アダムの先生。ちょっと階段だとやりづらいから、ここで階段だと回復できないんです。あ、弱音はなしだね衰弱状態ね。さあさあ発電機だ。カシルが直してる。共同作業。いいよいいよ、いいですよ。花火さん、ココさん、こんにちは。 PC 版 DVD 始めました。いいですね。そりゃいずれマッチングするかもしれないね。さあ共同作業いいよ。よし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 、アドレナリン発動。どっちも反対側だな。危ない危ない、気をつけて。コメント欄見てるとこういうの踏んじゃうから。タップケージ。どうだろうね、ワンパン持ってるかな。敷いてる？敷いてはない。オープン。あー、持ってた。オープンエスケープ。ワンパンの時はちょっと判断迷…あ、来てるな。まずい。開けます。ナイスナイス。まあ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 、来い来い、こうするしかない。で、俺が食らったと同時に、あ、出ちゃったくそ、出ちゃった。いけるかな、あそこで食らってね。ゲート近くにいるよ。デイリークリア。あ、あ、あーと11、あと11。あ、いける。鍵持ってるけど。デッドアド。肉壁はタップ。食材の檻に送り込んでいく。あ、でもゲートから遠いから行けそうでもあるけど。あと11だったよ。なんかそのためにもう一回めっちゃ見張ってるね。やばいんじゃないそれ。ああ、やってもうた、やってもうたね。角狩りのアダムが行かない。出ちゃった。いや、あと11秒か。もてねえな。まあしょうがない。もう一回、もう一回行こう。もう一回ナースのナースのリサ・ガーランドで行きましょう。こうやる気に満ちてる顔してるんでね。まあ、11秒だったら次でいけるんじゃない。アイムフリー、ありがとうございます。さあ誰かと一緒になるやつ。オファーリング。ケーキだ。全力疾走、全力疾走取っとくか。アフターケアいいですね。で、全ての生存者が同じ場所から開始する。完璧じゃん。もうこれ選択したらクリアよ。でも11秒だからさすがにクリアできそうだよね。だから脱出だけ駅にしようかな。多分大丈夫でしょう。これとこれ取りたいけど、こっち取ったらこっち取られそうなんで、あ、
マッチング早い、いいね。いけそうな気がする。クリアできそうな気がする。あと2つ、これクリアしたらあと2つだから、もしかしたらこのライブでいけちゃうかな。おいは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 い、そういうこと。いいですよ、ケーキつけてこう。いいね、順調だね。はい、さてさてさて、一気にレベル4クリアできそうな感じ。ラビットさん、ココさん、今日もこんにちは。アーカイブ頑張ってありがとうございます。マッチング早いからいいね。そう、めちゃくちゃ早い。夜だと全然ダメだけど、昼間すごい早い。いいね。まあね、こうみんな休み勢の人がやっぱこう新キラー使いたくてね、触るだろうからね。ほとんど新キラーか、ヒルビリー1回に、あと新キラー三角頭だけだね。クリアおめでとうございます。まだでございます。まあでももうクリアこれでするだろうな。11秒、さすがに11秒共同作業できないなんて状況はないでしょうから。はい、あだだく、膝かっくん、これやった後に絶対膝かっくんなる。必須際どいアングル。そして最後か、アイリペア開始。どうだろうね、三角頭かな。でここだとあれだね、こう信用範囲ないキラーだとほぼわかんない。ナイス、何壊した、破滅か。はい、50円。ウサギのスキンのキラーみたいな。リージョンね、リージョン来てほしいね。はい、50円。あれ自分で買ってもさ、見れないからね。キラーって自分で買っても自分の姿を見れないから虚しいよな。はい、50円。あやぴさん、ココさん、こんにちは、いらっしゃい。トラッパーじゃねえか。ここに来てトラッパー、ここに来てトラッパーか。膝かっくんよ。そう、いや、フラグじゃない、フラグじゃない。さすがに11秒のフラグは絶対回収しない。それは回収しないよ俺。いやー、トラッパーか。罠怖いな。チェストがある。中央から行くか。お、トーテム壊してる。追われてんのか？追われてるね。追われてる状況でトーテムを壊していく。いいよ。あっち側になんかいそうな感じするね。ココスさん、こんにちは、いらっしゃい。いいね、共感いいね。味方の状況がわかるから。あ、来た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 。さあ、これで11秒。3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、クリアでございまーす。ちょうどフックに潰された。クリアですね。いいですよ、待ってろよ。罠注意ね、罠注意していく。トウモロコシ畑、ナイス。でもこのスキンだとトウモロコシ畑でこっちしゃがんでもほぼ無意味かもね。あー、罠ありそうだな。先に確認しとこうか。あるね。
やっぱあるよ。あ、これもしかして、あ、よかった。負傷状態になるアドオンついてるかと思った。はい、50円。さあつけちゃいましょう。ダメ押しの共同作業です。大丈夫だ。もう一人の、それ大丈夫か。ライトね、ライトダメ。さあ残り2台。あっち側だね。クリア多めです。おめでとうございます。ありがとうございます。多分大丈夫。オッケー。あー、罠怖い。罠が怖い。助けに行こう。半分なる前にフックに近い人が救助に。もしかしてあれか。じゃあね、追われているオブセッションマークの人が。まだ注意よ。さあ私がナースです。早くしてあげる。さあダメ押しの共同作業。しかもウィルメキットでめちゃくちゃ早い。素晴らしい。発電機、あ、来た。あっちにあるけど。あ、これ待って、いけるな。ウィルメキットで回復してあげる。回復してあげる。ウィルメイキットはね、レベル2だけど今90秒間だかな。あの、自分がその効果あるとき誰にでも、あ、一人妖怪。一人妖怪。じゃあ反対側行くか。チェスト開けちゃおう。チェスト開けちゃう。そう、トラッパーでね、解除しちゃうと自動的に負傷状態になっちゃうアドオンがあるのよ。そこ直したから。あ、罠怖いな。いたいた、ネアちゃんがいた。で、あそこでね、直してるから。なんかすげえ静かじゃない。怖いぞ。あ、ここもいいね。罠注意して。よしよし。さあダメ押しの、どこ行くの。直そうよ。ポイントマックス。さすがナース、早いでしょ。誰でも回復しちゃうから。誰でも一瞬で回復しちゃうよ、パーク構成。あっち側でつけてる人とこっち側どっちが早いかな。やっぱ2人で回すと早いかな。あー、ポイントマックス。あー、しかもあっち側の人食らった。オッケー。アドレナリン発動。そっちで追われているってことは、あっちは開けられるから、こっちを俺が開けに行こうか。罠注意してね。罠仕掛けてる？ないね。オープンエスケープ。ナイス。負傷するトラップ、負傷した時に壊しまくる。もうどうせ負傷してるからね。オープンエスケープ。助けに行こう。ワンパンではないな。ワンパンではないな。大丈夫だ。あっ、仕掛けてる。ちゃんと見た？そこにあるからな。いける。オッケー。でよ、そこあるからね。壊しちゃうからね。無理無理、離れます。あ、来た来た来た。よしよしよし。アイアイムフリー。
いいですね。はい、クリア。19000円。いいじゃん。よーし。アイムフリー、ありがとうございます。さあ、2つ目。クリアです。次。これも一発でできれば、あと2回でいける。血の恩義。儀式で自分をフックから救助してくれた生存者を3回フックから救助する。救助を安全に行うこと。これにしましょう。あ、そしたら意外とこのままでいいかもね。このパーク構成でフックから救助したら、まあ、全力で回復してあげてっていう。共感でやられそうな人わかるし。今回はナース構成だ。そしたら協力カテゴリーつけた方がいいね。まあ、もしくはボロータイムがあれば、まあ、持ってないな。さあ振り分けていこう。順調ですよ。クリアおめでとうございます。ありがとうございます。ジジイありがとう。ナイスクリア。ティーチャブルパークが出た。張り込みめっちゃ出てくるじゃんそんなに張り込ませたいの。ソウルガード取っていく。はい、クリア。クリアおめでとうございます。ありがとう。いやいや、めちゃくちゃ張り込みさせようとするじゃん。マッチング早い。素晴らしい。なんでナースなのに刑事のパークが出てくんだよ。めちゃくちゃ張り込みさせようとしてくる。取らんからな俺は。ナースの張り込み。ネズの番。これは、ネズの番はなんかナースっぽいけどね。夜勤の感じが。ソウルガード取って。よし。で、自分をフックから救助してくれた生存者だから、俺一回釣られなきゃいけないね。そうなってくると。なんとまあ、ややこしい。ね、張り込みをしよう。やたら張り込み取らせようとしてくるんだけど、このブラッドウェブ。しずきさん、こんにちは。間に合った。いらっしゃい。ゆっくりしてってくださいね。おー、メメントモリじゃねえか。メメントモリじゃん。やばいよ、やばいやつだよ。潜入捜査。ミニスカで張り込みさせたいのか。ド変態やないかい。意地でも取らない。そう。意地でも取らない。そんなに張り込みさせないなら俺取らんから。ランプキーね。マイケルのマップですね。で、今回、あっちゃく。これ普通にしゃがむ分にはカクンってなんないんだけど、このモーションした後にしゃがむとカクンってなる。やべ。でももうバレてる。意外とバレてなかった。でもなぁ、俺一回釣られないといけないからなぁ。いて。意外とバレてなかったわ。あ、激ればよかったね。ドクドク言ってる。あ、あれじゃん。あのリージョンじゃん。あの、グレンの狂乱使ってる時に、全マップが脅威範囲になるやつ。
なんだよ、やばいやつじゃん。でも釣ってもらえなかったな。意外とバレてなかったな。こんなに赤いのに、こんな赤い人がモソモソしてんのに。隠しとこう、隠しとこう、ここぞって時にね。さあ一人がやられて、ここにも発電機あるね。これこれこれ、これ光ってる時が発電機あるよっていう。出た出た、全マップ脅威範囲。でも今回教官つけてるから分かりやすいね。あそこで食らってるから大丈夫だ。リージョン対策になっている教官が。はい、50円。釣られるタイミングによってはメメントの餌食に。その通り。これできれば早めに釣られちゃった方がいい気がするけど。やばいなぁ。だってあの人もう次メメントされちゃうから、あの人はもう救助できないことになるじゃん。来ている。これで助けたとしても一応カウントにはならない。破滅がついている。でも助けよう。イルメイキッドの効果でナースパワーが。いけるか。いやー、ダメ？ダメか。あー、まずい。あー。あー。あー、やめて。やめて。いや、いけたような気もするけどな。釣ってくれよ。ああ、ごめんよ。すまねえ。お前の分も生き延びる。いや、でも、ギリ間に合ってねえ。間に合ったと思ったけどな。目の前で回復していくからな。自ら50円。さあ、この時のために、あそこに取っといたやんな。多分ね、このシェリルちゃんもね、あの、奇跡を信じ、あの、待ってたよ。シェリルちゃん。いや、絶対いける、いけるから直しきってくれ。あとは任せてくれ。直しちゃおう。あ、でもこうなってくると、あのアーカイブができなくなる。はい、300円。ナイスチェイス。こっち来てるね。メメント見つめるナース。遺体に寄り添うタイプのナース。ワッツ！ワッツ！献身的なナース。弔うナース。戻って治療した。またそこかい！死体の山になるな。まずいよ。死体の山じゃないか。ワン！待って、俺はちょっと待てよ。僕は助けよう。いや、俺釣られてないからカウントされないのがもどかしい。まだいるね。壊してる。はい、よいよ、いいね。つけちゃおう。つけてプレッシャー与えよう。あー、メメント森だ。あ、違う。ノーマルの普通のメメント森っぽいな。さあ来るよ。ギリギリのナース。
あ、まだじいちゃん1回目か。見えるね。いいね、いいね。いける。ああ。ナース参上。さあ、ウィルメイキット。ウィルメイキットです。ウィルメイキット。ウィルメイキット。ウィルメイキット。一応、おじいちゃんにもウィルメイキットのパークは表示されてるんで。ああ、メメントされてる。いや、これ最初に釣られておけばよかったな。そしたら、もう2回分なったのに。無理やりでも釣られていくか、行くきゃないかもね、これ。じいちゃんと一緒に修理しようか。ここだ。よし。もう、どこから来てるかわかんない。あ、来た。あうあう言うている。一発？あ、やかん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 。まずいよ。あかんよ。あおあ。あかんよ。まあ、離れよ。じいちゃんの位置バレてるしね。一旦離れて。あ、来た来た来た。オーケー。コウタロウさん、こんにちは、いらっしゃい。あ、これは脱出できるぞ。もがききれば。やられちゃったか。まだじいちゃん回復しきってないからいける。あばよ。いやー、これきついな、これきついな。なんもねえ。危ねえ。ハッチがあった。いて、ハッチ見つけたぞ。俺はメメントモリはできない。あっち見つけた。ここにある。あ、1回目、1回目ちょっとだけ左肩タイム。メメントモリされてる。よいしょ、よいしょ。ナムハッチがこうこうなっている。ちょっと待って、一回これ釣られた方がいいな。二人救助したけど、これね、玉虫色のバッジ、マップ全体が脅威範囲になる。自分が乗り越えたパレットが即座に破壊される。素晴らしい。冷たい泥。グレンの狂乱のクールタイムはかなり減少する。強いね。ナムー。いやー、もったいねー。やっぱり一回吊るされよう。一回吊るされるべきだ、これは。もう2回クリアしてるはずだけど、ソウルガード、あれだね、あの4周年のアイテムなかなか出てこないね。あ、なくなっちゃった。4周年の。アイテムが全然出てこない。
都会の逃走術じゃなくてアフターケア、セルフケア、まあアフターケアにしようか。よし、これでいこう。そう、これフックに吊るされないと、自分からフックから救助してくれた生存者 3回だからね。ややこしい。だから俺を救助してくれた人も一回は吊るされないといけない。で、必ずそいつも助けなきゃいけない。難しいね。あ、4周のアイテムまだなんだ。道理で出ないわけだよ。全然出ないじゃんと思って。じゃあ救助してくれた人を覚えとかないと。まずは普通にジェネレーター回して、タゲ取りしたいんだけど、なんなら切ってくれみたいな。なんだこのアーカイブは。ずいぶんややこしいアーカイブ。率先して第一村人、自分から第一村人になる感じですね。そんな感じ。そんな感じよ。よし、行こう。コールタワーやっていきたいと思います。あ、じゃあ相変わらずのリンちゃん。よし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 、いいよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、はいはいはい。釣ってください。よしよしよし、助けてくれた人を。すごいね、血まみれりんちゃんで、2回釣られても大丈夫かな。2回釣られて2回目違う人救助にしてくれ、来てくれたらその人救助すれば。ファイトです、ありがとうございます。地下でチェストを漁っている。いやー、食らってる。まずい。あ、じゃあ、あの人、あの人ね。計画通り。戻ってきた。ネアちゃんが。まずいね、ちょっと。半分なっちゃうよ。半分なっちゃう。まずい。これはまずい。ネアちゃんが、ありがとう。まずいな。で、あのネアちゃんが釣られたら、もう全力で助けに行こう。めちゃくちゃややこしいアーカイブだね、これ。鶏肉チキンさん、こんにちは、いらっしゃい。よし、OK。やられた。助けに行きます。速攻行く。あの人を助ければ一回。めちゃくちゃややこしいよ。さあ、向き的にあっちにいたかな。いける、恩返しです。よしよしよし。で、ウィルメキットあるから、いいよ、やっちゃうから、安全に救助しよう。これで1回目、 OK、 OK、 OK。 で、俺もう吊るされないから、吊りチャージ終わっちゃうから、2人で直そう。
もうダメなんだよね。もうできないんだよね。半分になる前に救助できればあれだったけど。そう、ネアちゃん釣られることを願う。なんか違うゲームになってるよ。来た来た来た。バレている。いいよ。よりによってリンちゃんか。奥行ったね。いるね。痛ーい。で、まあ、フックに近づかないようにね、反対側のエリアでダウンしましょう。そうすると救助しやすいんでね。アーカイブに切るな。よし、これで1回目。1回目ですよ。ナースの恩返し。これで1回だよね、多分。そういうカウントだと思う。よしよし。これ難しいね、これね。発動条件が、クリア条件が複雑。いいです。いい試合展開でございます。早い。非常に早い。うまくいけば次で、俺が2回釣られて、その助けてくれた人を2回助けられたら、それでクリアだ。ゴーズベルさん、こんにちは、いらっしゃい。ナムー。ガンガンやってこう。次の回でクリアできれば、最後のアーカイブスキルチェック連続で8回成功するってやつだから、それはねいけると思うんだ。なんならこっちの方が難しい。アーカイブ的には GG。 よーし、まずは見つかる。まずは見つかって釣られる。で、助けに来てくれた人を助けて、またさらに釣られる。それが今回の目的です。逆にそういうのコントロールするのって脱出するより難しいよね。いろんな要素があるから。キラーのナースとサバイバーのナースの共演もみたいな。確かにここでナース来たら面白い。ナース対ナース、確実にやりに来るナースと回復するナース。いや、エイドキットな、もっといいやつあればいいんだけど。レベル34。あ、ウィルメイキットいいじゃん。あれ、キラーが入ってこないね。ウィルメイキットレベル3上げたいね。で、今6月の23日までね、ログインした人皆さんに毎日5万 BP 手に入るんでね。ぜひログインするだけでもガンガン行きましょう。いいですね。いや、ちゃうわ、その名前ちゃうよ。ナースの光と闇、確かに。殺人鬼のナースが光、俺が闇。逆。逆です。
俺が キラー誰だろうね。なんか何回も抜けてたけど。ちゃちゃまるさん、こんにちは。まだ間に合ってよかった。いらっしゃい。ゆっくりしててくださいね。さあ、これでクリアしちゃいたいね。できれば。まずは、釣られる。まずは、釣ってもらう。釣ってもらって、助けてもらって、その人を救助する。これを2回、繰り返そう。それでミッションクリアだ。よし、やっていく。ナースでやっていく。闇のナースでやっていく。俺が、実は裏で支配してる闇ナース。M さん、こんにちは。遅くなりました。いらっしゃい。ナース対ナース見たい？来るかね？ナース対ナースが来たら面白いよ。面白い展開になるよ。ゲームできなかった。ゲームできなくてもログインするだけで5万 BB もらえるから。23日まで。とりあえずログインしとくとね、美味しいよ。おぞましい貯蔵室。バックウォータースワンプ。あ、だ。これはいつ治るんだろう、膝かっくん。さあ、そうだ、俺は見つかんなきゃいけないんだ。じゃあガンガン中央行こうぜ。来た来た来た。クラウンでございます。いいよ。それとなくチェイスして、それとなくチェイスして、ここでも使っていくか。トン。普通に来る。まやかしついている。ここ行き止まり。倒しておく。声援ゲッツしていく。お、壊す。いいよ。それとなくチェイスしていく。でもフックに吊るしてもらいたい。なんだこの複雑な気持ち。おい、いいですよ、吊るしていただいて。あ、ライト、ライト、ナイス。お、そこつきそうだね。で、できれば半分なる前に。あ、フェンちゃんが助けてくれそうだね。あ、こっち、こっちかい。ザリーナが走る。ちょっと待って、でもね、ここでやられちゃダメよ。ここでやられちゃいけない。よし、お願いしちゃおうか。ありがとう。で、カッシルね。さあ、次、カッシルがやられたら、真っ先に助けに行こう。で、この上直すか。カッシル。アフターケアで繋がってるから分かりやすいね。いいよ。そう、アフターケアはね、例えば、あんな感じに2人に回復してもらうと、どっちにもリンクできるから、すごくいい。終われてんじゃない？終われてんじゃない？なんだこのゲーム。本当はね、もちろん、本当は味方やられるのは嬉しくないけど、アーカイブゆえに、楽しくなっちゃうなぁ、やられちゃうのが。これが闇ナースよ。闇ナース。私は闇ナースだ。ちょっと待って、助けに行こう。助けに行く。で、まあ安全にね。救助しなきゃいけないから。ナイス、素晴らしい。壊す、戻ってくるでしょ。で、まだリロード、粉ミルクをリロードしている。落ち着け、来るぞ。取られちゃいけないし、大丈夫だ、俺がポジショニングしている。闇ナーズが、よし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 、今がチャンスで、よし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 、オッケーオッケー。いいですよ、いいですよ。ビルメキットで、はい、安全に回復していく。いいね。
私が裏で操作してる闇ナースでございますあーダメだ、あ、ま、もう一回釣られないとね。じゃあ、あのフェンちゃんが頑張ってダウンしたら、とりあえずあっち方面に行って、で、あっち側に引っ張ってあげて、よしよし、あ、つけちゃうか。さあ、もう一回俺が吊るされなきゃいけないな。で、カッシルが助けに来たらダメだから、あ、どうなんだろう。あ、来た来た、あ、いいですよいいですよいいですね、その振りかぶり。プロ野球選手もびっくりよ。あ、来んのかい、来んのかい、コナミルク、コナミルクおじさん。あれかな、イタチついてんのかな。はい、50円。複雑なゲームだそう、違うゲーム化になってる。今日も発動、違うゲーム化、今日も発動。複雑な気持ちになるよ。やられたくないのにやられなきゃいけない。味方はダウンすると嬉しくないけど嬉しくなっちゃう、そんなゲームでございます。みんな、ああ、シンプルなアークンが食らってるね。ちょっと待って、もう一回どうしよう。俺発電機触ってる場合じゃねえな。よし、行こう。シンプルなアークンから粉ミルクおじさん奪ってこようで、シンプルなアークンが逃げ切ればね。はい、どうも。よーしよしよし、はい、どうも、こんにちは。はい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 、いいですよ。いや、釣らんのかい、釣ってよ。そう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 、はい、粉ミルクをリロードしていく。そうですよ、人並みの温度でねで、俺が吊るされてここつくでしょ。で、あっちも取ってあるから脱出はできそうだ。はい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 。で、あ、まずい、それはまずい、カッシルじゃないえ、これどうなんだろう。ちょっと待て、カッシルじゃないな。ちょっと待てよ、これどうなんだ、これカッシル大丈夫なのかな。例えばカッシルがこれで吊るされたとしても判定なんのかな、追われてるし。あ、やられた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 、助けに行く判定なるかな、同じ人でもいいのかな。いいよいいよいいよ、完璧じゃねえか。アドレナリン発動、救助安全に。バレてないバレてないバレてない、あー、なんだ、よし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 、私が闇ナースだ。さあ一気に行こう。あ、大丈夫、シンプルなアークンが叫んでるから大丈夫だ、回復してあげる。いいのかい、フェンちゃんいるから大丈夫よ。よし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 、私がこのゲームを支配している闇ナースでございます。で、あとシンプルなアークン、シンプルなアークン、シンプルなアークン開けれそうかな、寸止めタイプかな。で、ワンパンはなし、寸止めタイプ。地下室、これどうなんだろうね。正直同じ人でも同じような労力かかってるから、アーカイブクリアしてほしいけどな。はい、先月もがいていく。あそこでね、カッシルがまさか助けに来るとは。諦めた諦めたか。
まずいな、これフェンちゃんが。ゲロ。やばい。一応フェンちゃんも助けといて、なんかアーカイブ OK なる可能性もなくはない。助けた。あいで。やばいな。あらら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 。はいず、はいずって、はいずって。とりあえずはいずって。カシル、3回目だな。肉壁しても間に合わねえな。おお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 、なんだなんだその挑発。ダメだ。私が闇ナースだ。アイムフリーどうよどうよ。いったー、行きました、行きました、いいですね。28,166円、いったよ。OK 私が実は裏でゲームを支配している闇のナースでした。OKOK いいじゃないですか。同じ人じゃダメかなと思ったけど、よかったね。アイムフリー、闇ナースアイムフリー。クリアおめでとうございます。ありがとうございます。いいね。さあラスト、ラストやってこうじゃないか。いいじゃん、バッチリじゃん。もう一回、懐かしい、さくらんぼですか。もう一回。スキルチェックを連続で8回成功させる。まあ失敗しなければね、グレートじゃなくてもグッドでもいいんで。よーし。じゃあ、まあまあ、最後じゃあ、フェンちゃんでやっていこうかな。フェンちゃんで、発電機回してるときにグレートが出やすい、アドオンってなかったっけ？ないね。まあじゃあまあ、工具箱。おめでとうございます。ハラハラしました。さすがは闇ナース。実はね、実はキラーがもちろんゲームって操ってるはずなんだけど、実は俺が裏で操ってるっていうゲーム展開でしたね。さあ、釣ってくれ。そうとは知らず、粉ミルクおじちゃんは粉ミルクを作っている。スキルチェックを連続で8回成功させる。これやっていきましょう。そうだな、何つけていこうかな。デッドハートにしようか。絆と、絆とデッドハートと鋼の石とアドレナリン。かわいいフェンちゃんでやっていきましょう。連続で8回ってのが大変そうなので一人で発電しないとですね。多分ね、これあれだよ、ゲーム中に連続だから、その一つの発電機で連続8回っていうよりも、多分例えば発電機1台分で、まあ、4回連続でやったとするじゃん。そしたら次の発電機とか、次の自分の負傷した時のスキルチェック全部含めて多分8回
連続でできればクリアってやつだから多分じゃないとめちゃくちゃ厳しいんだけど、ほぼ運ゲーになっちゃうからね。そしたらスキルチェック出なかったらもう一生成功できない。姫香さん間に合った、こんにちは、いらっしゃい、ゆっくり楽しんでってくださいね。ちえさん、ココさん、こんにちは、仕事終わったので見に来れました、楽しんでってください。ココさんのネーミングセンス好きです、粉ミルクおじさん哺乳瓶にさ、哺乳瓶にこう粉ミルク入れて人肌の温度で作ってんのよ。それを投げつけるっていうね、投げつけて俺たちはなぜか叫んでいる。よーし、スキルチェックを連続で8回成功させる。もう1回、どういうことなの、全然意味がわからん。なんで連続で成功させるでタイトルもう1回なのファイトです、ありがとうございます。さあこれでクリアできるかな。意外とあと2回ぐらいライブでかかるかなと思ったけど、いけそうですね。これが闇ナースの力か。頼むよ、連続8回ね、みんなカウントして、クリアまで。1回クリアしたらコメントで1って。あ、なんかあ、だだだって、そして、際どいアングル。際どいアングル、フェンちゃんの。スキルチェック1回発動したら、やめろ。もう、今はいいんだ。今は見つかる必要ねえんだ。いたな。粉ミルクだ。粉ミルクです。やべ。粉ミルクです。ちょっと待って待って。マジでチェイスする必要ねえ。それは良くない。チェイスする必要ない。何も意味ない。何の意味もない。アバガン、アバガン。だから投げるなって、投げるなって。粉ミルクを投げるんじゃない、哺乳瓶を投げるんじゃない。おーおお、だんだん投げんなって。もうチェイスする意味がない。いいよいいよ、飛び越えない、飛び越えない、離れます。やばい、スキルチェック発動して、今スキルチェック発動して、チェス中にスキルチェック。いいよ、こういうね、発電機ついたところに行く、倒す倒すよ。わあ、足かせついてんな、移動速度が遅くなります。さあ中央行くよ、ごめん、そこにいるけど行くしかねえ。ちょっと待て、チェイスは必要ない、マジで離れます。はい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 、さあ残り3台ですよ。いいチェイスしましたよ、ただ来ている、好きだな、俺の痛い。ちょっと待て、スキルチェック、ちょっと待て、ちょっと待て、スキルチェックが発動する、発電機がどんどん減っている、それは喜ばしくない状況だ、よくないよ、よくないよ。まだコメント欄に1っていうカウントがないよ、俺がスキルチェック発動させてないからね。だってチェイスしてるんだもん。来た来た来た、ありがとう、サンキュー、回復お願い。わあ、羨ましいな、スキルチェックできて。一人で竹取りしていく、よしよしよし、オッケー。さあ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 、スキルチェックします、カウントしてね。来い。残り3台。セルフケア持ってくれよかったね。血族、素晴らしい。スキルチェックしたいだけなのに、映画化。やばい、やばい、やばい。あと2つ。あと2つ。しかもここも治りそう。ちょっと待って
あ、1回目、はい、1回ですよ。ココさんゼロです。んゼロじゃない、1回目。よし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 、なんならここイタチで蹴ってほしいぐらいつけていく。なんなら蹴ってほしいぐらいよ。なんだこの気持ち、つけ切りたいけど本当は蹴ってほしい。サブタイトル、スキルチェックしたいだけなのに。サブタイトル、つけ切りたいのに本当は蹴ってほしい。大丈夫か。オーケー、はい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 、出せ出せドワイト、スキルチェックを出せ。あー、2人でやると早い。はい、2です。はい、2ですよ。みんなで修理したいところだが、すまん、俺は1人で行く。1人で直した方がスキルチェックが出やすい。まああっちにね、あっちにドワイトが、やめろ。あー、そうか、俺がまた粉ミルクの匂いがしているか。あ、ついてるね。中央か。さあ2ですよ。あ、いいねいいねいいね。ゼロからのスタート。で、工具箱使っちゃうとあれだね、早くなっちゃうから普通に行こう。なんだこれ。本当は早めに修理したいのに、複雑な気持ち。ちえさん頑張ってください、エールありがとうございます。スキルチェック来いよ、今2なんだよ。あ、あ、いいです、共同作業いいです。さあ、やばい、やばいって、やばいって、俺のこと大好き、もう一心不乱に来たぜ。 OKOK、 あ、ちょっと待て、ちょっと、しゃがみ解除ができん。はい、3回よ。いや、なんでなんでなんで、ダメ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 、こっち来ちゃダメ。は、修理してる。あっちも治りそうだな。治ったらおしまいだな。やばい、今3ね、 4! はあ、まずい、あー、蹴ってほしいな。やられた。4よ。 5! グレイトは出さない。6よ。うん、7よ。はっ、蹴ってもらおう。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 7よ、7。今7ね。あっち側は？あっち側どう？あそこも直してる。つけないで、つけないで。あ、なんだなんだなんだ、どういう展開だ。離れます。おしおしおし、すまん、ちょっとチェック、無理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 、それは無理。それは無理。来るよ、大好きだからね俺のこと。はい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 、いや、当たんのかい、当たんのかい。ちょっと待て、スキルチェックして、スキルチェックがしたいだけ。いやー、まずい、頼む、ここ壊して、ほら導いてやっから、クラウン。もう俺が操っているゲームを。あー、多くいったか、やべえな。どうしよう、ちょっとちょっと、誰がスキルチェック出して今。 あそこ、あそこ直す、あそこ直す、あそこ直していく。今な、7だよね。あと1回よ。さあ来い、さあ来い、さあ、え、なんでこっち来んの、なんでこっち来んの、おかしいおかしいおかしい、おかしいよ。離れます。アドレナリン。ちょっと待て。あ、8ある。
誰も負傷してない、誰も負傷してない。回復してあげることはできない。いやまずいな。大好きなんだね。あー一発オッケーオッケー。いやあと一回なのに。あーなんか すんげえじいさんのセルフケア持ってくればよかった。まあでもそんなんじゃね、セルフケアで成功してもなんか全然ドラマチックじゃない。よしよしよし。で呪いのトーテムもスキルチェックないしな。回復してくれ一応。であの人を助けてスキルチェック発動したらGPS つけられてる。モテモテフェンちゃん、ナイス。よし、まだいけるぞ。まだいける、まだいける。やつがスキルチェックを持っている。ゲート、ゲートどうなの、ゲートの状況ちょっと確認したい。来た来た来た。でそこに貼っちゃうんだよね。さあ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 、残り1回なんだ。あーまだ半分、3分の2ぐらいだね。いやどうしようか。あメグちゃんがいった。いい、いいよ、いいよ。あー回復してあげたい。ちょ待て待て待て。さあ食らう、食らうです、食らうです。オッケーオッケー。ローリーちゃん、ローリーちゃんがスキルチェックを持っている。よしよしよし、はいはいはい、来い。ラストよみんな、ラストよ。8回あじゃもうどこ。オーケーです、オーケー。板使って、あナイス。やばいやばい、こっちは開いてない。頼む頼む、ちょっとロリちゃん、なんで開けてくんないの。なんで開けてくんないの。なんでもらってローリーちゃん開けてくれて俺デッドハードでっていう展開だったのに。アイナムー、よーし、いいですよ。15,000円、もう一回クリアしました。いいですね。これでアーカイブは完了でございます。クリア、エピローグ、レベルを完了して報酬を回収してください。いいね、面白かった。ドラマがあったね。ちょうどあと1回ってところで発電機が、で他の発電機に行こうとするとなぜかクラウンが近づいてくる。そんなことある。警戒する場所違うでしょ、一番治ってるところ普通警戒するんだから。やっぱねフェンちゃんモテモテだから。で最後なんとかローリーちゃんのスキルチェックで成功していくと。いいんじゃないでしょうか。で、新しいのが。おー！
なんか光ってる。これはあれですね、まずは一番最初手に入れたのがこれ、腐ったくるみ。あ、最初は、あ、そうだね、腐ったくるみをまず手に入れました。で次に、うん、ちょっとなんか熟成されてきたくるみ、ちょっと熟してるくるみになって、で次にゴディバのチョコ、ゴディバのチョコになりました。で最後がなんかすごい、なんかすごい、なんかエンティティの抽象芸術らしいけど、抽象すぎねえか、抽象すぎねえか、なんら伝わらんぞこれ、なんら伝わらんぞ。なんなら多分リスナーさんにはこれがゴディバのチョコ、あ、これがゴディバのチョコだっていう方が伝わっているはず。こういうチョコあるよね、こういう美味しそうなチョコ。タイトルゴディバのチョコにしたらいいの、シーココレモン、いいね。これをじゃあつけるとどんな感じになるのかな。あー、なんか遠くじゃあれだけど、一応なんか光ってるね。いいじゃん、前回のこの、前回のね、この回ってるコインと、いいんじゃないですか、いいやつ手に入れた感じする光輝いてるね、腐ったくるみが光ってる。クリアできてよかった、おめでとうございます、ありがとうございます、お見事でした、ありがとう感動のスキルチェックでした。ドラマがあったでしょ、これはね面白かった普通のね、多分セルフキャラとか持っていくとスイスイクリアしちゃうけど、発電機だけでやると面白いね、いいです、素晴らしい、ゴディバのチョコ輝いてるくるみ、いいじゃないですか。ちょうど時間もクリアいい感じにできたんでね、キラキラ神々しいミントチョコ、ちょうちんあんこの頭についてるやつみたい光るやついやーでね、今回見逃した方は後日このライブのやつはね、 YouTube でアーカイブでねあげたいと思いますんで、そちらでよければ楽しんでってください。あと編集した動画の方ももしかするとあげるかも、裏ナースと今回のこのスキルチェック8回物語あげようかなと思います。ぜひお楽しみにしててください。今日もたくさんのコメントありがとうございます。皆さんもコメントカウントありがとうね7回からがちょっと長かった、7までいった、8がね、8のコメントがちょっと時間経ってるそれが物語ってるね、今回の。お疲れ様でした、ありがとうございます、お疲れ様でした、楽しかったです、ありがとう、楽しかったです、楽しかったです、お疲れ様でした、今日も楽しかったです、次も楽しみにしてます、ありがとうございます、とっても楽しかったです、ありがとう動画上がるの楽しみです、今日も配信お疲れ様でした、ありがとうございます、ドラマチック実況楽しかったです、お疲れ様でしたね、なんかちょうどよかったよね、ナースの回とナース裏ナースの回と最後のスキルチェックの回がいい感じにドラマ仕立てみたいになった、本当に映画化っていうかサブタイトルつけてやりたいぐらい、皆さんとの一体感いいですね、よかったですね、みんなでクリアした感じ、また楽しみにしてます、ありがとうございます、ココさんの声で癒されました、ありがとう。はい、で今日の夜7時から
加納栄光さんとねコラボ配信した時の動画が YouTube の方でプレミアム公開で上がりますので、よければお楽しみにしててください。 Twitter の方でサムネの方はあらかじめ公開しておくので、ぜひぜひお楽しみに。パート2から3ぐらいまでで分けてあげますんでね、前回のように。今回は第2回のコラボ配信でございます。お疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございます。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もねデッドバイデイライト、他のゲーム実況で遊んでいきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ。私が占うすだ。